上級の乱京都の朝廷では幕府の成立と勢力の拡大に直面してこれまでの朝廷の政治の立て直しが行われその中心にあったのが院政を行った後鳥羽上皇である後鳥羽上皇は新たに最面の武士を置いて朝廷の軍事力の増強を図ったその中で 後上皇との連携を図っていた将軍の源の実朝が源頼家の維持の苦行に暗殺される事件が起こり源家の将軍が断絶したそこで幕府は石関家出身の幼い藤原の頼常を将軍に迎え以後二代続いた石関家出身の将軍を石家将軍と呼ぶこれをきっかけに 朝廷と幕府の関係が不安定になり、1221年、後鳥羽上皇が、機内と西国の武士、大寺院の総兵、反法上氏勢力を味方に引き入れて、法上義時追悼の兵を挙げた上級の乱が起きた。しかし、上皇側の期待に反して、東国武士の大多数は、源の頼朝の妻であった法上政子の呼びかけに応じて結集し、戦いに臨んだ。 幕府は、北条義時の子の北条安時、弟の北条時房が率いる軍を送り、京都を攻め、制圧した。上級の乱後、幕府は、後鳥羽上皇を置きに、土見門上皇を土佐に、淳徳上皇を佐渡に配慮するとともに、後鳥羽上皇の孫の中京天皇を敗位させ、御堀川天皇を即位させた。幕府は、京都に、 京都守護を改組した六原丹大を置いて朝廷の監視京都内外の警備西国御家人の統括に当たらせ初代丹大に北条泰時北条時房を任命したさらに上皇方についた貴族や武士の所領三千余箇所を没収し先行のあった御家人を新保持党に任命従来の持党を本保持党と呼び 西国の荘園・荒領にも幕府の力が及ぶようになった。これまでに給与が少なかった土地では新たに1、11兆ごとに1兆の面伝2、電池一旦につき5兆の課長米の徴収権3、山や川からの収益の半分の徴収権を定めた新保立法を制定して新保持等の給与を保障した。朝廷では以後も 引き続き、幕府の監視下で陰性が行われたが、上級ヌランによって、朝廷と幕府との二元的支配の状況は大きく変わり、幕府が優位に立って、皇位の継承や朝廷の政治にも干渉するようになった。